はい、こんにちは、MD ジャックです。皆さんこんにちは、アイです。ハロハロー、ミミーです。なあ、アンカ、こないだヘッドフォンのレビューやったばかりなのに、またまたヘッドフォンなんですね。そうだね、私もちょっと意外だったよ。評判のいいモデルなので聞いてみますか。ということで、リンソールオーディオさんから送っていただいたハーモニックダイン、アテマ、早速聞いてみたよ。今度はちゃんとイヤホン耳を修正してから聞いてるのかな。そうだね、丸1日ぐらいかけてリセットしてから聞いたよ。アテナは 50mm のメタルセラミックコンポジットダイナミックドライバー搭載。以前レビューした聖オーディオゴーストが 40mm だったけど、 40mm、50mm なら主流と言っていいサイズかな。ゴーストのオープンバック設定に対し、アテナはセミクローズドということですけど、これって結局セミオープンと同義語でいいんですかね。良さそうだね。実際ゴーストほど開放的には感じず、かといって閉塞感もなし。 M 字型のサイドベントシステムによりイヤーカップのサイドホールから音が抜けていく設計なのが肝かな。音は結構盛大に漏れてくるね。イヤーパッドはスウェード生地で柔らかい掛け心地、ホコリがつきやすく、夏は暑いけど、耳はこの感じ、好きよ。ジャックさん、かけた時耳のどこかが当たったりする？いや、全然当たらないよ。長時間つけていられるね。イヤーカップはくるっと奥側に回転して収納時便利なのと、手前にもちょっと回転するんで、微妙な位置合わせもできるよね。ヘッドバンドは左右それぞれ約3センチ伸縮します。こちらはイヤーパッドとは別の素材になっていますが、痛くなったりはしなそうです。アイは頭小さいので一番縮めた状態で大丈夫。ジャックさんは目いっぱい伸ばしてちょうどいいんですよね。そうだけど、頭でかいって言いたそうだね。まあそうですけど、どうでもいいです。重さは実測約 346g、 聖オーディオゴーストが 300g 切っていたのでちょっと重めかな。ケーブルもいい感じ。ジャックさん、こないだ追加でヘッドフォンケーブル買ってたけど、これあったら買わなくてよかったんじゃない？まあそうでもないさ。あれはバランス接続用に買ったんで、積み分けできてるから。ああ、そうだったのね。そういえばお値段は$179だから25,000円弱かしら。結構いいお値段よね。でも音響機材は上を見たらキリがないし、3万以下なら相場的には高くないのかもね。価格は人それぞれ捉え方が違うから難しいよね。1万以下でも1万クラスでも気に入った音はあるし、主観だけど、この質感で25,000円ぐらいなら高くはないんじゃないかな。ではサウンドチェックしましょうか。今回は聖オーディオゴーストと一緒に聞いてみるんですよね。うん、ゴーストのレビューで使用したトラックに追加したので、曲は同じで1分ぐらいの短いバージョンだけどね。はい、ではちょっと聞いてみましょう。音量上がります。サウンドチェックでした。違いは分かりやすかったんじゃないかな。そうですね。ヘッドフォンの音収録って難しくないですか？そうだね、難しいよ。特に測定のお作法を知っているわけではないので、即席でこんなのを作って測定してる。絶対値は気にせず、同じ環境で測定して相対的な違いを見るだけで、ヘッドフォンの特性の違いは把握できるから。片耳分しかないんですか？そうだよ、マイク2個使うと特性が微妙に違うんで、1個で左右別撮りしてサンプルレベルで左右のタイミングを合わせた方がうまくいくんだわ。そんな感じなんで、比較の差分だけ当てにしてもらえばと。なるほど。ではアテナとゴーストの比較波形です。測定前から聞いたレベルで分かっていたことだけど、ゴーストがフラットに近いチューニングだったのに対し、アテナは低域と高域に少し特徴を持たせた感じになっていると思う。リスニングメインならこのぐらいの味付けがあってもいいんじゃないかな。低域はゴーストより出るけど、サイトの記載にもある通り、0から 200Hz にのみフォーカスした 3dB のサルバスブーストってことなんで、ドーンと来るかと思ったけど、そんなこともなかったよ。中域はちょっと落としてるように見えるね。 K712 Pro の波形も加えてみる。高域がちょっと自分にはきつく感じる帯域があって、 K712 Pro より鋭い感じ。線も細い、ハイハットの刻みが前に出てくる。音数が少ない曲ではあまり気にならないんだけど、音数が増えた時にちょっとこの帯域には遠慮してほしくて、9キロあたりを Q を調整しながら落として聞いてる。他の帯域も調整して聞くとさらに聞き心地は良くなるけど、基本9キロあたりの調整だけでほぼ満足できちゃう。
こないだゴーストを補正してリスニング優先ならこんなセッティングにするって言った時の音みたいですね。ああ、そうかもね。アテナはデフォルトでそれっぽい音ってことになるから、やっぱりリスニングにはいいバランスなんだろうね。まあそうは言ってもそんなに派手な音作りにはなってないところがまたいいんだよね。じゃあそろそろまとめちゃう？そうだね。まとめると、装着感は側圧がさほど強くない割に装着後はしっかりフィット、耳がイヤーパッドに当てることなく快適、約 346g の重さはさほど気にならないが、もうちょっと軽い方がいいかな。ヘッドバンド部も柔らかい素材で痛くならない。音質はフラットを意識したチューニングをベースに、低域と高域に少しアクセントあり、中域はちょっと落としてあるので少しドンシャリに感じる。セミクローズド設計は大きな開放感はないが、イヤーカップ内の音が飽和しない絶妙な設計、ほとんど調整なしですぐリスニングに使っても満足できる。主観では高域に少し癖があると感じたが、前述の通り EQ でちょっと補正して聞いてるので問題ないし、曲によっては全く補正せず、低位感や改造感は密閉型に譲る部分はあるが、構造上の違いがあるので仕方なしといったところでしょうか。ヘッドフォンはそんなに多くのモデルを聞いているわけではないのですが、派手な味付けはされていませんが、適度な低域のブーストも良かったし、聞き始めてすぐに馴染んでしまい結構長時間聞いていました。ということはやっぱりいいモデルってことだと思います。愛はゴーストよりアテナの方が好きかな。ミミィはゴーストが好きよ。ジャックさんはどっちも好き。ああ、やっぱり優柔不断なのね。いいじゃん、素直な感想なんだから。ということで、ハーモニックダイン、アテナのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形いった言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。